九種モツケネリカ製造会社のホフマン用ホフマン用はレンガを焼くための施設である。ホフマン式林用とも、ドイツ人技師ホフマンが考案し、1858年に特許を取得した。フリードリヒホフマン通常のレンガ用では、焼成前のレンガを入れて焼き上げ、熱が下がってからレンガを取り出し、また生のレンガを入れ、といった工程で、火をつけて消し、を繰り返すことになる。 ホフマン用では、釜を環状に配置して、連続してレンガを製造できるようにしたものである。釜の内部に生のレンガを積み重ね、上部からコークスを入れて焼成する。一つの区画で焼き上がると、また次の区画に火を移して、焼成を繰り返していく。こうした連続工程により、レンガの大量生産ができるようになった。明治初期の銀座レンガ街建設の際、親とい外国人、 トーマス・ウォートルスが小菅の東京州時間にホフマン用3機を設け大量のレンガを製造した。以後、各地に建設され日本の近代化を支えてきたが現在稼働しているものはない。よく遺構が残っているのは4機ほどで貴重な遺構になっている。このほか、遺構の一部が残っているものもある。2016年に野木町で修復したホフマン用が公開された。 交流施設、野木ホフマン館が隣接する。野木町は町民の寄付によって2011年から修復工事を行っていた。完全な形で国内に残るのは野木町の海。1890年に建造され、1979年に文化財に指定された。最盛期には年間400万トンのレンガが製造された。窯が16室あるため、建物と屋根は、 正十六角形である。煙突は八角形。釜の中の高さは三メートル弱。1971年に創業を終了した。ありがとうございます。